こんにちは、レザンジュのリンです。今日のヘアメプロジェクトはこちら、簡単にできるタイトヘアアレンジです。それではどうぞ。今日一緒にやっていこうと思うヘアアレンジはこちらです。こちらはグッと一つにまとめて、そこを変形の編み込みで編んでいったヘアスタイルなんですけど、難しそうに見えるんですけど全然簡単にできるので一緒にやっていきたいと思います。このヘアスタイルのポイントは全部で2つあります。1つは面をきれいに整えるということです。この頭の部分も編み目の部分も両方とも手を抜かずに、ここを重点的に意識してやっていきたいと思います。2つ目のポイントはしっかりテンションをかけるということです。これは仕上がりというよりは編み込んでいく時のポイントになるんですけど、タイトなキュッと締まったスタイルになるので、しっかりテンションをかけて緩みがないように最後まで編み込んでいくのがポイントになります。数年前とかはふわっとボリュームのあるちょっと崩したようなヘアスタイルが人気だったんですけど、ここ最近はこういうタイトな崩したりほぐしたりしないヘアスタイルが流行っているので、それをぜひ一緒にやっていきたいと思います。もちろんほぐしたりするスタイルも可愛いと思うんですけど、ちょっと気分を変えてかっこよく決めたい時とか、お洋服とかの印象も変えたりして楽しんでいただけたらなと思います。それでは早速このヘアアレンジをやっていきたいと思います。スタート。はい、それではヘアアレンジの方を始めていきたいと思います。最初はいつも通りしっかりベースを作ります。しっかり表面にツヤがあり、毛がまっすぐ落ちるところに落ちている状態を作ります。そうしたら右側の耳上の毛を少量取り分けます。ちょうど耳の上ぐらいからスライスを取り、顔の方に取り分けておきます。そうしたら後ろ側の毛に戻って残りの毛束を一足に結びます。この時しっかり表面がボコボコしないようにコームを使ってしっかり溶かして結んでいきます。ここでちょっとボコボコしてしまったり緩い感じになってしまうと、せっかくのタイトな仕上がりになるヘアアレンジが仕上がりがかっこよくならないので、ここしっかりきつく結んでおきます。ちょうど真後ろから見た時に頭の真ん中に結び目が来るように確認してからゴムで結んでいきます。このウィッグはそんなに毛量が多くないのでナイロンのゴムで留めているんですけど、実際に人の毛でやる場合は毛量が多い方はこのゴムじゃ緩くなってしまうので、紐ゴムなど太いゴムを使うといいと思います。一足に結べたら最初に取り分けた右側の毛束を足していきます。グッとこの毛束に引き寄せて面が崩れないようにコームで表面を溶かします。ねじれたりせずにしっかり面となって頭に沿うようにこの毛束まで持っていき、上から半周させて右手に毛束を持ち替えたら、一足で結んだところの毛束から細く一束取ります。そうしたら右手に持っている巻きつけた方の毛束を左側に持っていき、細く取った毛束と交差させます。それをまた後ろから回していき、一足で結んだ毛束から細く一束取り、それを巻きつけて左手に持っている毛束と交差させて、また後ろから持っていきますというのを繰り返していく編み方になるんですけど、この細く毛束を足すときは毛束がどんどん巻きつけていくと短くなってしまうので、それがないように毛束を足していくだけなので、取る毛束の量は少量で大丈夫です。この毛束を巻きつける時も面がとても大事になるので、細い毛束にはなるんですけど、ねじれたりしないように指で押さえる時もねじれないように持ってから巻きつけるように意識してください。このアレンジではねじらないように作っているんですけど、ねじらないで作るのであれば全部ねじらないで面で作ってあげないと、その1個ねじれてるやつがとても目立ってしまうので、全部統一するようにした方がいいと思います。逆にねじりながら巻きつけるのであれば、全部ねじりながら巻きつけてあげると、それもそれでその一つのヘアスタイル、ヘアアレンジとしてかっこいいと思うので、どちらかにしっかり分けて作っていった方がいいかなと思います。
最初のポイントでもお伝えたんですけど、テンションをかけることが大事とお伝えしたと思うんですけど、この動画でもちょっとさらっとやっているように見えるかもしれないんですけど、ケタバを持っている手は結構左右に引っ張っていて、緩まないようにしっかりテンションをかけて編み進めていっています。結構緩く持ってしまうと巻きつけていった時の短いケタバが混ざっているので、それをしっかり持ってあげないと緩んできてしまうので、そうならないようにしっかりケタバを持っている手は左右に引っ張って、緩みがほどけたりしないようにケタバを逃がさないように持っています。意外とちょっと力のいるというか、しっかり持っていないとほどけてきてしまうので、そこを気をつけて編み進めていくようにしてみてください。この編み方で一足に結んだケタバの3分の2ぐらいのところまで編み進めていきます。だんだんケタバが細くなるので、毛量に気をつけながらケタバを取っていきます。必要なところまで編み進められたら、ナイロンのゴムで編み終わりを結びます。軽く形を整えたらこのような仕上がりになっています。仕上げに表面をしっかり整えるのと、結び目のゴムを隠していきたいと思います。ゴム隠しはまた別の動画でしっかりお伝えするのですが、結んだゴムを1本取って、毛先を細く一束取って、一周巻きつけて、すごいごめんなさい全然見えないんですけど、1本取ったゴムの間に通してくるっと回すと、ゴムが毛束の下に隠れてくれます。全然見えなくて申し訳ないんですけど、またこういうヘアアレンジでの小技みたいなのもまとめて動画に出したいと思います。その時チェックお願いします。このようにゴム隠しをすると仕上がりがとても自然になります。次に巻きつけている細かい短い毛が出てきてしまっているので、それをポマードやスタイリング剤を使って出てきている毛をくっつけるイメージで留めていきます。毛流れに沿って撫でるようにすると、短い毛も収まっていきます。このウィッグだとちょっと傷んでいるというのもあるのでキリがないんですが、目立つところはしっかりこの方法で押さえていきます。この編み目の部分だけじゃなくても、最初に一足に結んだ頭の表面の部分も細かい毛やアホ毛などが出ていたら、コームでしっかり溶かしたり、スタイリング剤を使って短い毛が出ているのを直していきます。最後少し地味な作業になるんですけど、仕上がり綺麗になるので、ここまでぜひやってみてほしいなと思います。最初にもお話ししたんですけど、少し前は緩いほぐしたりとか、ボリュームを出したり崩したりするようなスタイルが流行っていたようなイメージがあるんですけど、最近はこういうタイトなヘアスタイルもかっこいいなと思って私も見ています。タイトなヘアアレンジだからといって、きちんとしたお洋服を着なくても、普通のカジュアルなお洋服でも、こういう髪の毛だけピチッとまとめておくのも全体のバランスが取れて、おしゃれが楽しくなるかなと思います。このヘアスタイルは一足に結んだ毛束が軸となるアレンジなので、毛量が少ない方より多い方の方がかっこよく決まるんじゃないかなと思います。量が多くてまとまらないという方も、このアレンジだったらすっきりまとまると思います。はい、編み込みお疲れ様です。仕上がりの見た目よりは簡単にできたではないでしょうか。編み目のところのやり方はとても簡単だったと思うので、見た目の仕上がりの複雑な感じと比べたらスムーズにできたんではないかなと思います。もし難しかった方もこの動画でぜひ練習してみてほしいなと思います。タイトなヘアアレンジなので、かっこよく決めたい時とか特別な時にぜひやってみてほしいなと思います。いろんな編み込みのやり方の動画も過去に出しているので、ぜひチャンネル登録をして動画をいろいろ見てほしいなと思います。こういうヘアアレンジが、編み込みのヘアアレンジが見たいとか、知りたいヘアレンズの方法とかがあれば動画にしていきたいなと思うので、コメントとかでもお待ちしております。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。